じゃあ今週の発売アイテム決まりましたのでそちらを見ていきたいと思います。今週はティンバーランドの新作ブーツが発表予定となっているとプレミアムウォータープルーフ6インチブーツ、それからレギュラーアイテムも決まりましたので今日はアイテム一点一点見ていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、こちらはスプリンプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。えということで今週はティンバーランドの 新作シューズ、ブーツが出るということで発表となっていると。公式発表はまだなんですけども、アイテム画像等々出ておりますので、そちらなどを見ながらアイテムを見ていきたいと思いますけれども、ティンバランドのブーツというと結構年末あたりに出ることが多いですね。FW のアイテムですので、FW に出ることが多くて、年末ぐらいのかなり寒くなってきた時期に発売になることが多いと。 ということで今回はダイヤモンドプレートをエンボス加工で浮かび上がらせた仕様になっているということなんですけれども、発売アイテム見ていく前に、えー、ティンバーランドこれまでの、えー、とこの6インチプレミアムウォーターブルーフブーツ、えー、というのを結構シュプリーム出しているイメージなんですけど、でも実はそんなに多くないと。 ということでえ、どんなのが出てたのかっていうのをちょっとおさらいしておきたいと思いますけれども、まずは、ティンバランド前回のシューズどんなの出てたのかというと、近年、えー、前回ですね。えー、前回はこれが出てましたね。3i ラグシューズ。えー、これは 22FW 昨シーズンですね。去年出てましたけど、これ結構人気になりましたね。えー、前回はブーツではなかったということで。 えー、ブーツその前いつ出てたのかというと、2020年 FW。えー、こだもう3年前ですね、えー。ビッグロゴのこの6インチブーツ発売になっておりました。その時はこの水色とかも発売になってましたね。で、まあ定番のイエルのバッグと、あとブラック、えー。文字通りこのスプリームのロゴと、あとティンバランドのツリーロゴがでっかくプリントされているという、 えー、ブーツだったんですけど、これ非常に人気になりましたね。特に水色はかなり珍しいカラーで、水色が結構人気になってたという感じでしたね。価格は35,200円です。いつも大体このぐらいですね。35,000円前後とかっていう値段で出てくるということなんで、まあ今回も大体多分そんなもんかなという 感じですね。まあ、値上げになってなければですけども、値上がりになっている可能性も十分に考えられますけれども、えー、これが2017年、じゃない、2020年。えー、その前が、あ、これが2017年ですね。さらに3年前。だい大体3年に1回ぐらいのペースっていうイメージなんですかね。えー、まあ、あのー、毎年のようにこれ以外のシューズ出てるんですけども、この6インチのプレミアムブーツは、 だいたい3年に1回ぐらいのイメージ。そで、2017年の時は、この、アメリカ合衆国の正常期の柄の、ブーツが、イエローヌバックの方はもうかなりド派手な正常期がプリントされていると。で、ブラックと2色で発売になっていたということだったんですけど、これ価格はどうだったんだ ?34,560 円。 でこれ結構黒が人気になったんですけど、イエローの方はもうかなりド派手だったんで、まあ、あのえ少し残ってましたね。まあ、最終的には完売になったんですけども、その場ですぐには完売にならなかったイメージがありますね。ブラック、これ僕ブラック持ってるんですけど、あのもう完全防水なので、雨の日とかもう雪の日とか。 もう非常に重宝しますね。なので、まあ、そういう時のために持ってるんですけど、あんまり履いてないですけどね。まあ、ただ、すごい雨降ってある時とか、結構使える、えー、シューズになっているという2017年でした。これも3万4000円ぐらいでしたね。その前、その前が、えー、2015年、えー、コムネギャラソンとの、えー、トリプルコラボのブーツ出てましたね。このドット柄のブーツが。 2015、2016ってなってますけど、2015FW ですね、これね。えー、この時もイエローとブラック2色で出ておりました。この時はギャルソンとのコラボだったんで、これ結構高かったですね。5万とか6万とかしました。うん、えー、ということで、これが2015年、ね。その前、これが一番最後ですね。あ、一番最初ですね。一番最初がこちら。えー、スネーク。えー、スネークの片押しですね。 スネックスキンの片押しの、えー、ティンバランドの6インチブーツ。これ2013年です。2013年。イエローのバックとブラックで2色で出てたんですけれども、この時はめちゃくちゃこれ早く完売になりました。すっごい人気でした。結構プレミアムも、これも3万円ぐらいで発売になったんですけど、プレミアム多分倍ぐらいになってたかな、いきなり。これかなり人気の。 ブーツでしたね。という、今まで4型しか出てないと。えー、ギャルソン、スネークスキン、ギャルソン、それからセジョキ、そしてビッグロゴと、実はあんまり出てないっていう。まあ、2、3年に1回ぐらいずつ出ているというイメージです。その他にはこういう、ね、スリアシューズであるとか、他のブーツであるとかっていう形で出ておりました。えー、ということで、えー、今回、久しぶり、約3年ぶりに、 えこの6インチのプレミアムウォータープルーフのイエローの枠のブーツが出るということで。で、今回このダイヤモンドプレートパターン、アイテム画像出ておりますけども、ダイヤモンドプレートパターンをエンボスで浮かび上がらせているという、片押しのように、このボコボコと立体感のある感じに、の、に仕上がっているという感じですね。 えー、ということで、これ、まあ、イエローのバックの方だけ画像出ておりますけれども、おそらくブラックも出てくるだろうと。まあ、あイエローのバック、ブラック、この2色は、まあ、ま、あほぼ確定でしょうね。その他にもう一色なんか、このブルーの時のようにもう色なんか入ってくるか、一応数から出るというふうに今のところ言われております。公式発表は今夜にでも来ると思いますけれども、えー、シュプリームはこのダイヤモンド、 プレートのこのパターン結構好きですね。よくなんかアクセサリーとかでも出します。昨シーズンはこのようなドッグボールなども出しておりましたけれども、それ以外にもジップを出したり、工具箱を出したりとかっていうこのダイヤモンドプレートのデザインでよく出しますね。まあダイヤモンドプレートっていうとやっぱ金属の,その板ですので、まあ非常にあのゴツゴツした男らしさっていうのがありますね。 えなので非常にえ見た目的にもかっこいいというようなえアイテムになっているということで、ティンバーランドの新作物まもなく発表になってくる。イエロー・ヌバック、ブラック、その他にも何かしら色があるのか楽しみですね。注目したいと思います。そしてレギュラーアイテム。レギュラーアイテムもえ今週も発表となっております。まずは えこれはハンドトゥースのシャツ、ハンドトゥースのシャツですね。ハンドトゥースとシャドーチェックのプラットチェックのシャツが発売になると。切り替えですね。前後切り替えになってると。前がシャドー、え、ー プラットチェック。後ろがハウンドトゥースになっていると。それはハウントゥースですね。え、という切り替えのシャツ。シプリムではこういうあの、ま、前後切り替えにするようなシャツって結構珍しいですね。ギャルソンとかだと結構よくあるんですけど、こういう切り替えで生地、素材を変えるっていうのは。え、というハウンドトゥース、プラットフランネルシャツがまず発売になってくると。ここちょっと表記間違いますけれども。こっちは。えっと、ハウンドトゥース、プラットチェック、 フランネルシャツ。ネルシャツですね。3カラーで、イエロー、ネイビー、そしてブラック。この3カラーで発売になると。それから、ピルドセーター。これは、手作業でブラッシング加工ということで、わざとこう毛玉っぽくしているような、中古古着っぽいイメージのに仕上がっているというセーターですね。カラー4色で、ブラック、 イエロー、ブラウン、パープル出ますけれども、着はパープルに出ておりましたね。だから少しわざと着風呂したような雰囲気に仕上がっているということで、えー、古着とか好きな方にはもう持ってこいの感じのいい雰囲気に仕上がってそうですね。えー、というピルドセーター4色で発売になると。これはウールセーターということです。えー、ロゴはトーナルで刺繍で入ってると。うっすらこうロゴが入ってると。 えそれから、モックネックエルストップ。えー、これは、まあ、モックネックという、ちょっと首に沿うようなネック、高い襟になっているという、モックネック、タートルネック、モックタートルってやつですね。えー、まあ通常のハイネック、タートルネックと通常のクルーネック、それの中間ぐらいの、半分ぐらいの立ち襟というイメージのネックになっているというシャツですね。 え、これ、ウォッシュ加工が入ってそうですね。えー、で、左胸にクラシックロゴの刺繍が入っていると。グレー、パープル、イエロー、ブラック、ホワイト、オリーブ、そしてネイビー。この結構いろんな色が出ると。えー、という、モックネックのロンティー。ロンティーはこの時期結構、あの、人気高いですね。あの、前回発売になって、 ロンティとかも結構すぐ売り切れになっておりました。先週か先々週くらいに出てたやつですけれども。えー、あ、そっか、ネックカラーないですか。ここに、えー、ここにロゴが、ネックのところにロゴが入ってるやつが結構人気になってましたね。なので、まあ、ロンティは結構需要あの重宝するということで人気になっているというアイテムです。えー、そして、ハウンドトゥースウールキャンプキャップ。 えー、この地取り講師のウールのキャンプキャップからは4色で出てくると。まあ冬っぽい感じの、えー、厚手のウールのキャンプキャップ。えー、ブラックとイエロー、ピンク、そしてブラウンの4色。それからバイザーロゴキャンプキャップ。えー、このまあ文字通りツバのところにロゴが入っていると。えー、パイピングで、えー、カラー変えてロゴがワンポイント入っていると。まあここのいつものトップの 前の部分には何もないというデザインになっていると。まあシンプルなキャップですね。そしてゴアテックスイヤーフラップキャップ。えー、ゴアテックスのイヤーフラップがついていると。で、これ上でまとめることもできるし、このように、まチ、あ、ャが出ておりますけど、まとめることもできるし、これもへ垂らして被ることもできると。えー、かなりツーバーが短めの仕様になってますね。えー、というゴアテックスのキャップ、スモールボックスが入っていると。 えー、オリーブだけカガ柄のイヤーフラップなんですね。それ以外は無地でピンクはグレーでブラックはブラックという感じになっていると。えー、そしてイーグル B2。えーまあ、これは、えー、イーグルが刺繍で入っているんですけれども、カフの部分が特徴的ですね。あのワッフルっぽい編み方になっていると。カフのところだけが。上はとちょっと編み方を変えているというのが特徴ですね。カラーは5色。 ブラウン、ピンク。そして、ネイビーとホワイト、ブラック。えー、それからシェルパロゴの B2 ーー。えー、まあ、非常にあったかそうな、えー、毛足の長いシェルパの B2 キャップ。えー、ロゴが、このところニットで、えー、シングルカフですね、これね。カフの折り返しがないシングルカフのパターンでシェルパとニットの切り替えになっているという B2。これは価格出ております。6600円ということで。 えー、オレンジとホワイトと、ホワイトは結構こう、あ、ブラックもそうか。ブラックもホワイトも少し系が混じってますね。ミックスになってます。えー、他の色が混じっているミックスカラーになっていると。これキャップはシェルパー出てないのか。イーグル B にーーこういうイメージ。かっこいいですね、これね。えー、それから、ハウンドトゥースのキャップ。えと、ー、かっていう感じになっております。そして、 え、アクセサリー。アクセサリーはまずライドのスノーボードが発売になると。えー、昔のアメリカの街並みを描いたデザイン。もうこれはアーカイブで昔1994年の当初からもポスターなどで使われているデザイン。これはあのショップカードかな。 ショップカードのデザインに使われていたと。それから2010年にもデッキやトランプなどが発売、あと T シャツも出たのか。それから近年2020年にはソーカルの T シャツ出ましたね。これがまあ記憶に新しいところですけれども、このデザインを落とし込んだライドのスノーボード。一応サイズが3サイズ15、151、154、157ということで。 出ておりまして、この前のこのボックスロゴのカラーが違うと15、151はブラックで、154はネビーで、157はレッドとかってなっていると。まあ、ああの、滑走面の方は、えー、多分これ一律で、これ同じなんでしょうね。こっちは滑走面かな多分、えー。飛んでる画像あったから、これ見るとわかる。あ、そうですね。えー、なので、 表面、表面の方にはロゴとか入っておりますけれども、仮想面は特に何にもないと。151,154,157で発売予定。えー、そして最後、えー、フェイスマスクが今年も発売になります。これ去年も出てましたね。えー、去年、どれだあ、これか、えー。去年発売になっていたのがこれ。えっ、ー、と、このサンド デザートカモか。デザートカモなんかも入っていたと。で、今年はリフレクターのプリントなんですけど、去年はリフレクティングじゃないですね。リフレクティブじゃないですね。えー、今回はリフレクター 3M のリフレクタープリントになっているということで、光に反射するロゴになっている。なので、ちょっとグレーっぽいプリントになってますね。今回はウッドランドカモが入っていると、それからレッド、ホワイト、ブルー、ブラック。前回とカラー。レッド、ホワイト、 ブルーとか、オリーブもないし、グレーもないしって感じですね。レッドとブラックは発売がありましたけれども、ブルーとホワイト、それからウッドランドカム、この辺が足されていると。定価去年は6,600円でしたけれども、まあ今年もまあだいたい同じぐらいなんじゃないかなと思いますね。えー、それからピルドセーターも価格出ておりました。25,300円ということで発表になっているということで、今週で、これ、 残りのアイテム。全部出る感じかなえー、まあ、一応残りのアイテム、シプリンプラスのウェブサイトの方でも公開しておりますけど、ほぼほぼこれ全部出てくる感じですね。えー、このマックツールズのカートと工具箱、この二方だけは、二アイテムだけは、 プレビューからもうなんか削除されてるみたいなんで多分延期になるだろうということで、えー、まあ残りのアイテム全部出てくるということで、まあ今週でレギュラーアイテム、プレビューアイテムはもう全部できるというような感じになりそうです。 え、なので、もし、えー、まあ今週もしかしたら今週で終わりか、もしくは来週なんかコラボがあるか、とかっていう感じになりそうだという感じで、えー、今週は全部で11アイテムが今のところリストされております。じゃあ今日はこれで以上になります。発売アイテム見てまいりました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。